七の七ツヤプレゼンツ湘南ファイトクラブ収録後でございます。今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、一個一個が強い。はい、していこうか。はい、はい、はい、はい。ね、もうこのコーナーも恒例となってまいりまして、うん、視聴者の方からたくさんのリクエストもいただいてるんですけれども、まあ、会場がちょっとね広くないところでもありますので、うんうん、できる技できない技があるという中で、うん、ぜひ聞いておきたいのが、パンチにしても、うん、グーはダメだけど、うん、パーですか。まあ、OK です。あとはなんかこう肘の方を使う。肘も OK です。あ、いや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 。肘も OK です。今何割ですか。言って。今全然か触りです。ノフ揺れました。つんぐらいです。基準がおかしいですよ。いやいや、おかしくないです。いやでもこれ痛くないのかなと思ったけど絶対痛いっすね。痛いっていうかね、痛いを感じるまでもなく脳揺れるんで。もう今ので揺れましたもん。あ、でも正解。あった、はい、あってました、ね。正しい。あと、うん、スリーパーホールドっていうのをリクエストにもらったんですけれども、はい、要はスリープだから眠る技ですよね。そうです、スリーパーだから寝てる人ってこと。あれっていうのは要は首を絞めるのはあの反則なので、首を絞めるっていうのはこういうことですね。はいはいはい。これダメ。ダメです。反則です。スリーパーホールドは首を絞めるというよりも血液ですね。うん、まあ、脳に流れている頸動脈を絞める、はい。呼吸器系を絞めるのか、はい、この血をの流れを止めるのかの違い。これは全然違いますよね。血の流れ止めたらもう終わりですよね。スリーパーです。眠っちゃう。眠ります。それ大変なことになります。眠りますか。いやいやって言いながら眠らなきゃいけないですね、はい、この流れ。もういい時間なんで、まだ、ね、眠りにつきますか。まだ夕方6時台ですけど、ちょっと早めの就寝、はい、ちなみにどういう風に。スリーパーホールド、はい、スリーパーホールドはもうこれも簡単です。後ろから腕を回します。俺の顔映らないからちょっとしゃがんで。俺の顔映らない。大事です大事です、はい、この腕で首を巻きますね、はい、前、はい、この肘がちょうどこの喉元に来る、はいはい、で反対の手でこれを回して、これでここを締めながら、まだ締めてないですよ。もう締まってます。締めながらこっちの右手であなたの頭を前に押します。はい、寝たかな。締めながら前に押します。ああ、なんかこの辺にエンジェル飛んでませんか。エンジェル飛んでる。はい、寝そうだった。ああ、回ってる。揺れる。あれ夢かな。いや、起きてる。きさ。夢の中かな。インテキソ大丈夫ですよ。他にやっちゃいけないことってありますか。他はプロレスだから髪を掴んじゃいけない。髪ダメなんですね。ダメです。まあまあ僕掴んでますけどね。ですよね。よく言いますよ。髪を掴む、あと目つぶし。目つぶしはさすがにしないですか。フェイント的なやつでツンってやるときはありますね。へー。はい。そんなもんですか。あとはベタなところで急所。はいはいはい、急所一。禁止だけどやることもあるんですか。プロレスは5秒以内、レフェリーがファイブカウント数える以外は反則じゃないと許されるという。なんすかそれ。めちゃくちゃ曖昧なルールがあるんです。え、はい、落ちたものを3秒以内に食べたらいい。3秒ルールと一緒です。プロレスは5秒ルール。5秒以内だったら何してもいい。はい。へえ。それがまたプロレスの面白いところで、まあ、そういう曖昧なルールがあるからこそそこをどう生かして見てる方を楽しませるか、もしくはやきもきさせるかみたいな、これは全てプロフェッショナルとしての腕が試されるところだよ。頭もだし経験値になるんですかね。そうですね、はい、だからプロレスって大体みんな筋肉バカだと思われるんですけど、うん、僕はプロレスはバカにはできない。プロレスはどうせバカなばっかりだと思ってんだろ。思ってないですよ。思ってたろ。思ってないですよ。え、何ですか。ちょっと待って。ギブアップ。タップして。せーの。